様、おはようございます。キズジャガーです。2019年令和元年の12月10日火曜日です。朝9時40分、今ね神戸の長田区、ここなんや、港川インター、神戸向きで乗りたいと思います。神戸じゃないな、姫路向きで乗りたいと思います。西向きですね。はい、今日のこの動画はちょっと珍しく短くなります。第二神明の前線、西向き前線をお届けする予定で撮影いたします。よろしくお願いします。今ちょっと雑談しながらこれ合流入ってきましたが、あそこ滑走路あんだけしかないんですよ。で今も後ろから来てまして、左車線走ってる車がいたらもうすごいびっくりするぐらいあれなんですよね。勝ち合ってしまうと逃げ場がなくなって、もうブレーキ踏むか当たるかしかないぐらいの感じになってしまいますので、お気をつけください。阪神高速3号神戸線全線ほぼ60キロです。ほとんどの区間60キロです。この先若宮のカーブだけ50キロになったりすると思います。3号神戸線の西行きで今港川インター入り口入ってきました。あそこジャンクションになってまして、31号やったかな、神戸山手線という方にも行けるんですけれども、ちょっとね入り口から乗ってしまうと山手線は行けません。で反対側の大阪向きのやつはまた別のところに入り口があるんですが、それもちょっと行けませんね。本線からじゃないといけません。しかも本線はね、東向き大阪向きでは山手線入れません。西向きに走ってる時に港川ジャンクションに行けて、それで出口に行くか山手線に行くかっていう選択肢があります。はい、ここ、若宮のカーブ手前、カメラがあります。注意してください。そして若宮の出口、若宮の出口左手です。およそ2号線、国道2号線、須磨の海岸線を行くので、海水浴場とかね、湖公園とかがあります。はい、ちょっと今も晴れてるんで大丈夫なんですけども、これ雨降ったり凍ったりしますとちょっと大変事故の多いところです。若宮のカーブで事故がありましたとか言ってよくラジオで言ってるのがここです。右カーブ、きついカーブがあって、次左カーブ、もう一回似たようなのがあります。でもね、制限速度60キロ守って走っていただければ、トラックでもこうやってね、普通に減速しなくても、今のところ50キロか、50キロ守っていただいたらね、トラックでもそんなにしんどいことないんで、そんなにもうビビってガチガチにブレーキ踏むことはございません。むしろね、あんまり減速しすぎたらしすぎたで、やりすぎると後ろの車がびっくりしてしまうんで、周り見ながらやってください。はい、阪神高速3号神戸線西行き最後の出口、月見山出口です。はい、これ越えますと第二神明入りますので、阪神高速3号神戸線ここまでとなります。今の月見山出口越えますと別料金、第二神明道路に変わります。はい、月見山越えましたので、こちらも第二神明道路入っております。制限速度今のところ50キロです。料金所超えるまでは50キロでいいと思います。料金所超えましたら70キロの道路になります。はい、今ちょっと軽々と登っておるんですが、トラックとか大変重たい車ですとちょっとこの登りは厳しいのかなと。左車線かなり失速しますのでご注意くださいというのと、ここからオレンジのラインになりますので車線変更しないでくださいね。はい、トンネル入っていきます。まあ、そこそこ交通量ありますね。はい、トンネル出てしばらくしますと、まず須磨の入り口上がってくる車、左から合流があります。もう上から見えてますよね、これ下の道路。これが一般道から上がってくる車。
車になります。この左から登ってくるボールに気をつけていただいて、間もなく、料金所になります。スパ料金所ですね。阪神高速3号神戸線から来ていただいた方は月見山越えた瞬間から第2神明入るんですが、一般道から来られる方はこのスパ料金所、ここが出発点、支点となります。この料金所ね、右側 車線でイケイケで行かないんでしたら左から2番目の ETC レーンがよろしいかと思います。これこのまままっすぐ行くと別に右に寄ったり左に寄ったりしなくても左車線を普通にセンターキープできます。これ1個右から行ってしまったりするとね、この右車線合流とか大変そうでしょ。この右の通りね、私がおるので左にあえて進路変更してこなかったですけども、多分左に来たかったんでしょうね、車も。はい、70キロの道路になっております。ちょっと今現在流れ大変緩やか、60キロを切るぐらいのペースで流れております。ちょっと遅いですね、これくらいになると。まあ安全運転って言ったら悪くはないんですけどね、ちょっと遅いと思います、ペース的には。多分トンネルっていうのもあってアクセル踏まないんやと思いますね、前の車がね。トンネル出たらもういきなり強い下り坂になりますんで、ここでアクセル踏む車が出てきまして、70どころか80、90出していく車もおると思いますが、パトカーなど取り締まり大変多くなっておりますのでご注意ください。で、トンネル出てすぐこの垂水パーキングエリアございます。こちらねコンビニもありますんで、ね、便利なんですけれども、第二神明ね、しばらくどこやったっけ、大久保までね、赤石パーキングか、あれはあそこまでちょっとパーキングないもんですから、ここコンビニもあって便利っていうこともありまして、大変混み合うパーキングになってます。混んでる時でしたら止めれなくて、そのままもうせっかく入ったけど止めるとこないわで出ないかん時もあります。利用者の大変多いところです。はい、今の垂水パーキング越えますと、もうすぐですね、500m ほど、まあここからでいうと 700m ぐらいかな、まもなく妙谷ジャンクションというのがございまして、この妙谷ジャンクションはちょっと使い出があるジャンクションなんで覚えておいてください。妙谷ジャンクション左側に出ますと、まず分岐がいきなりありまして、右手が、妙谷出口になってます。妙谷出口ね。そして左側に取りますと山陽道と神戸淡路鳴門自動車道と、第二神明の北線っていうのに出ますね。その3つに分岐しますからね。出口と、神戸淡路鳴門自動車道と山陽道と第二神明の北線ですね。はい、そういった方向に行かれる方は今の妙谷ジャンクション左に出られてください。このまま姫路方面に向かう方はこの下り坂注意してください。このカーブもしてますし、すごい下り急なんで、雨降ってたりすると危ないし、スピードあんまり出さない方がいいですよ。むしろ抑えにかかってもちょっと止まりません。トラックとかですと、まあ、もうブレーキ踏むぐらいのことしないとエンジンブレーキだけではちょっと速度落としきれないかもしれません。制限速度70キロです。この先合流があります。本日の、メインでお伝えする道路、第二神明の、西行き明石加古川高砂姫路方面行きですね。こちらをお伝えしたいと思います。一応有料道路です。で、この先ね、大倉谷を越えて多摩津の手前ぐらいまでは、もう下りが急やったり上りが急やったりします。乗用車はねアクセル踏んだりブレーキ踏んだりしはったらいいんですけれども、トラックとかこの貨物重たい車に関してはもう上りのたんびに失速したりとか、下りは下りで止まれへんってブレーキ踏んでみたりとか、まあ忙しいというかしんどい場所になってます。で、前の車がね遅すぎるとね、こっちも速度上げられないんでね、私今70くらいまで加速してるんですが、
前の車ちょっと遅いね。もういっぱいいっぱいやったら左の途半車線入ってほしいけれども、入ってくれないね。追いついてしまった。もうちょっと上げたいけどね、こっちもあのスピード落ちちゃうんで、あんまり中途半端な速度出していくとね。まあ今が70キロぐらいです。左側途半車線になっておりますが、あの間もなく高丸出口です。高丸出口に出てしまわないようにというか、あの途半車線走っておったら右側こうやってね、あの同じように走ってて並ばれてしまうと、あの元の本線に復帰できなくなってしまったりするんで、頃合い見計らって早めに右入られた方がいいかと思います。はい、高丸インター出口入り口ですね、両方あります。うわ、ややこしいところで来たな、これ気に危ない。意地悪やな、この岡山のトラック999。後ろから見えてたやろ今。なんであの重なるところでわざわざ抜くかな。根性悪いですよね、岡山の人ね。はい、結構高丸越えるとまたきつい下り坂がやってまいります。大倉谷までね、あの下りがあって、次また今度きつい上りがあります。下る以上はもう一回上りがあります。下るばっかりではございません。ますと間もなく大倉谷インターですね。大倉谷もあの入り口と出口と両方ございます。まあ第二神明は大概ね、あの入り口出口ございます、どちら方面もね。大概っていうかどうやろう、うん。はい、すみません、大倉谷インターを目の前にしても10分も持たないね、この携帯電話。あの大倉谷インターチェンジです。今カメラが温度上昇のため強制シャットアウトされました。はい、大倉谷の入り口です。これインター入り口合流になります。毎回ね、あの撮影するたんびにあのプチプチ途切れて、あの中断されて、そのたんびにあのシャープのアクオスの携帯性能悪いねっていうことはお伝えせなあかんようになってますね。撮影するっていう以外の何もしてないんですけどね、充電も何もね。天気が良かったらあの日光が当たってそれで暑くなるのかな、それとも撮影だけの負荷でこんなことになるのかをちょっと分かりませんが、あの自分も10分以上の撮影しますとこうやってブチブチ途切れることがございます。すみません、また編集でどうせ見つけるんでブチブチ文句言ってるのはカットしないですけどね。解説する動画でちょっといらんことばっかりになってしまいます、すいませんというか。はい、第二神明の西行き、今はもう明石のあたりまで来てますので、明石、加古川、高砂、姫路方面、岡山行き、まあ、この後このまま真っすぐ行きますと2号線、国道2号線のバイパスになります。旧道はね、またあのちょっと南寄りの海に寄った方に急道、細い2号線はございますけれども、まあ、赤
明石西を越えますと加古川バイパス、高砂バイパス、姫路バイパス、あの辺りは一応国道2号線の番号で行ってありますね。昔からの国道2号線はね、3度目の撮影になります。ブチブチ切れます。こちら、多摩津かな、多摩津の手前か、何やろ、こんだけちょっとブチブチ切られたら分からんようになってきましたね。今のところの入り口何やったかな、大倉谷の入り口はもう終わってると思うんですけれどもね。またね、ちょっと携帯電話温度上昇で、もう本当に5分も持たずに撮影切れるんですよ。シャープのアクオス本が性能が悪いから。だもんで、ちょっと室内の温度下げるために、ちょっと窓開けて、ちょっとうるさくなっております。風切り音がね。しばらくケアしますんで、すいません。はい、もうちょっと今ちょっと、ポイントやから言うとかねか。基本標準時の4号線、東経135度のポイント、ここになります。日本の標準時、ここが基準となっておる統計135度でした。第二神明の、西行き加古川姫路方面、多摩津のインターの手前ですね。今ね、大倉谷から多摩津の間になります。2019年令和元年の12月10日火曜日9時57分です。端から端まで20分か30分かそんなもんやと思うけど、こんなブチ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 途切れるんじゃなくて1回で撮りたいよね。せっかく寄り道せんと端から端まで走れるんやからね。もういい加減にしてほしいな、この携帯。はい、第二神明の多摩津インターチェンジ出口です。まず西行き出口、多摩津はね、平日、今10時頃なんですが、平日大変混み合うんですよ。反対車線もでも今日はちょっと空いてるね。どっち方向もスピードを落とすか落とさんかぐらいの感じで一応交流はできるかなみたいな。止まるところまで行かない。これ渋滞ピークになってくると止まってしまって3キロ渋滞とか、ね、そんな簡単になってくるんですけどね。まあ大丈夫でした。帰り道の心配も多分なさそうですね。このまま行きゃ今日平和ですよね。今年の12月はなんか平和なんかな。まだこっぴどく渋滞にはまったことはございません。もう12月も10日なんで3分の1終わりました。あと20日しかないですね、今年もね。まああと20日で本気出してくるんですかね。年末急にとんでもない渋滞が起きたり、あっち行ったら事故や、こっち行ったら事故やみたいな、もうそんなことに、まあ、年末はなるんでしょうけどね、まあ、覚悟しておきましょう。遅いなこの車、いい加減にしてほしいな。この道路ね、70キロの道路なんですが、60キロくらいで走ってますよ、こいつ。なんとは言わんけど、ちょっと勘弁してよ。落ちてたくせに抜きに行ったら踏み寄るね。なんかリプトンの紙パックの紅茶みたいなの飲みながら走ってますわ。迷惑やな。まあ平地でボーッと走ってるんだけど、上り坂で失速されるとね、後ろトラック走ってたら坂こっちも登らんようになってしまうんでね、非常に迷惑かかるんでやめていただきたいですよね、ああいうことね。すみませんね、ちょっとねカメラプチプチ切れてるからね、余計に私の機嫌悪くなってまいりました。まだマナーよろしくない車が多少おるぐらいやったらね、こんなに動きが荒くなったりしないんですけれども、ね、もうさすがに5分おきぐらいに撮影切られてるもんでね、
動画撮影してる時に限ってというかね、まあまあまあいいですわ。とりあえず明石のサービスエリアです。ご飯食べるところもございます。車も混んでてもまあ止めれんっていうことはないと思います。この先合流があります。もう始まったかな渋滞。この明石サービスエリア越えますと大久保のインター出口ございます。入り口もあるんですけれども、まあ、大久保越えたら終点の明石西に入りますが、その明石西がねまあ混むとこなんですよね。加古川バイパスの出発点でもあるんですけれども、明石西はね加古川バイパスに行く車も一般道に下にそのまま降りるっていう感じで、明石にご用のある方も結構おりますんで、料金所でものすごく混むんですよ。でその明石西の料金所からもうこの大久保ぐらいまでつながってしまって4キロ渋滞みたいなのが、4キロもあったかな、2キロぐらいで着くかな、まあ多分4キロぐらいあると思いますわ。渋滞のイメージしかないんであまり好きではございません。夜中走る分にはいいけどね、日中走りたくないね。まあ毎日なんかどっかしらで事故してるっていうイメージしかないですけどね。はい、まず大久保の出口です。この先合流があります。注意してください。はい、今度大久保の入り口がございます。大久保入り口、大久保インターですね。両方向に出口ございます。出口あったかな、反対降りたことないかな、ひょっとして逆向きで。はい、明石西やっぱり4キロぐらいですね。4キロと書いてました。あと4キロでもカメラ持ってくれるんやろうか。1時間も2時間も撮影する気ないから、せめて 2,30 分やったら持ってくれよって感じですけどね。火曜日10時3分になりました。ちょっと動画撮影がね寄り道も何もしてないんですが、カメラが熱温度上昇のため強制シャットアウトになってしまいまして、2回も途切れてしまいましたんで、20分ほどの間にちょっとお見苦しい点はすいません。今日乗っております車は日野の、まあ、トレーラーではなく日野のトラックタイプなんですけれども、これねちょっと上に向けたら、エアコンの吹き出し上に向けたら当てれるかな、冷たい風を。12月10日なんでね、外気温も10度ぐらいしかないんで、私が寒いからカメラ冷やすためだけにそんなクーラー入れたくないんですけれどもね、こんなに途切れられるとかなんな。およそノーカットでお伝えしないとね、ちょっと寝落ちないですよね、ごめんなさいね。はい、一応交通量増えてきたなという印象は持っておりますが、まだ今のところは渋滞で止まってはおりません。なんやったらコウノトリみたいなのも飛んでましたけどね、まあ、関係ないんですが、飛んでる時やったらこの辺とかも止まってますからね、普通にね、毎日平日やったら。まあ多いですよ、須磨から姫路越えて辰野の間のずっとこの有料道路終わったらこのバイパス道路でずっとスムーズに走れるはずなんですが、まあ両方向とも毎日どっかしらで事故してますよね。まあそんだけ交通量が多いんで仕方ないっちゃ仕方ないかもしらんけど、でそのたんびに十何キロ渋滞みたいなのが突発的に発生するんで、
あんまり好きじゃないというか、時間が読めるわけではなく、行ってみなわからんみたいな道路になっております。はい、第二神明ほとんどの区間70キロなんですが、さっきのところから50キロ、そしてもう間もなく40キロになって、料金所、最後の料金所、明石西になります。こちらが第二神明の終点になります。いろいろとね、いらんことばっかりあったんで、ちょっとごちゃごちゃ言うたり、私も不機嫌になって怒ってみたり、いろいろお見苦しい、お聞き苦しい点があった点はちょっとお詫びいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンと、もしよかったらお願いします。あー、ほらね、もう出口、私は加古川バイパスも行かないんやけども、もう明石出口信号待ち図とかでつながってますわ。これはしばらくかかるね。でもまあスムーズに、前の車がスムーズに行ってくれたら2回ぐらいで行けるかな。信号1回では無理ですね、この量いるとね。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。